赤コッコは、長江スズメモクツグミカツグミ属に分類される鳥類。日本固有種。1980年代に、伊豆大島での繁殖が確認された。冬季に、大島や伊豆半島へ北上する個体もいる。漢字表記の島は、特定の地域を指す。英名は、伊豆諸島に分布することに由来する。全長23センチメートル。胸部や腹部は、赤葛色。オスは、 頭部から、後首、喉が黒い。上緑紅葉樹林や、落葉紅葉樹林に生息し、上緑樹の自然林で低木が点在した環境で、生息密度が高い。昆虫、ミミズ、タブノキ、八条グワなどの果実などを食べる。被害は主にミミズを与えるが、昆虫、タアシ類、果実なども給仕する。繁殖様式は卵生。4から7月に、植物の根や苔などで、 お安城の巣を作り、2から5個の卵を産む。飼ゆともに放卵、育成を行う。森林伐採や道路建設による生息地の破壊、人為的に移入された日本イタチによる捕食などにより生息数は減少している。三宅島では2000年の大山の噴火により、森林の約60%が消失もしくは影響を受けている。薬島にも分布していたが、 近年の確認例はない。日本では1975年に国の天然記念物に指定されている。2020年に国内気象野生動植物種に指定され、卵も含め捕獲、譲渡などが原則禁止されている。三宅村では村立の自然観察施設に日本野鳥の会のレンジャーを常駐させるなどの啓蒙活動が進められている。2010年から 三宅村と協力した日本野鳥の会による保護事業が開始され、2012年からは生態調査、2017年には GPS の発信機を装着した個体を包丁する調査が行われている。三宅島での2009年における生息数は4400羽と推定されている。道東での2015年における生息数は7800羽と推定されている。 絶滅危害ビールイ、ありがとうございます。